で、それでは計算基礎学1の第7回の授業を始めます。前回のまとめです。で、前回は一変数多項式の乗算、それから多倍調整数と単精度整数の乗算をと、あと多倍調整数同士の乗算のアルゴリズム、それから計算量の見積もりを行いました。で、それからと、乗算に関しては整数の乗用付き乗算、それから多項式の乗用付き乗算のアルゴリズムと計算量の見積もりを行いました。で、まあ、今回からはテキストの第4章に入りまして、とユークリッドの互助法について学んでいきます。とテキストでは49ページからですので確認していってください。まず第 4.1 節では、イデアル、常用感、最大公約子、最小公倍子といった概念の定義ですねがありますので、まあ、ざっと軽く確認しておきます。で、まあ、ここから先の記号は以下のように使っております。で、まあ、数学類ですと、まあ、2年生の時の代数入門において、まあ、このような概念を習ったと思いますけれども、一応テキストの方には必要事項が全部ちゃんと定義で書かれておりますので、初めて学ぶ人もいるかもしれませんが、まずはそちらで確認を進めてください。で、まあ、R はここではカカンカンとしまして、でそれからカカンカンの中でそのイデアルというのを扱っておりました。で、イデアルには正制限というのがあります。で、その正制限が、まあ、有限項の場合にはそのイデアルは有限正制であるという言い方をします。で、さらにそのイデアルがその1個の弦から生成されているときには単項イデアルというふうに呼んでおりました。あとはそのイデアル、可換換においてイデアルというのを考えますと、その、まあ、常用類とかですね、それから常用感といった対象も考えることになります。で、それから と定義 の 4.3 ですね。ここではそのこれから使うその主にユークリッドの互助法などでも出てくるいろいろな言葉を定義しております。まあ、約弦ですとか倍弦、それから最小公倍子、最大公約子、それからユニット、単弦ですね、単弦とか逆弦、それから規約といった概念について定義がされておりますので、確認しておいてください。で、一点注意としまして、その一般の間ではですね、その最小公倍弦、LCM ですとか最大公約弦 GCD っていうのは一般には1位には定まらないんですけれども、まあ、整数間 Z においてはその正の数とをもって、まあ、GCD とするとか LCM とするというふうに定義をすることで1位に定まるという点に注意しておきます。ここまでよろしいでしょうか。そうですね、初めて勉強する人ももしかしたらいるかもしれませんので、そういう場合でこう疑問がある際にはこの授業の後でレポートの時間に質問に応じますので質問してください。それではここからは、第 4.2 節のユークリッド精域と互助法に進みたいと思います。まず最初にですね、このユークリッドの互助法を進めるにあたって、そういう演算ができる世界ですね、ユークリッド精域というのを定義しております。なので一応定義を確認しておきます。まずその R というのを精域とします。で、それから D というですね、R から N への N 自然数とマイナス無限大のこういう写像定義が与えられたものなんですけども、これを D というふうに書いておきます。で、この時にその R が、ユークリッド精域であるとは次の条件を満たすことを言います。と、任意の A と B、R の弦ですね、R の弦 A と B に対して、もし B が0でないならば、R の弦 Q と R が存在して、A イコール BQ プラス R。かつその R の D による値が B の D による値よりも小さくなるような、そういうこういう Q と R が存在するということを場合にですね、この R をユークリッド精域と言います。で、この
ここの差値の部分は、要はこれはあの普通の整数の世界でいうと割り算に相当するわけですね。で割り算に相当しまして、でこの D の R っていうのは、その例えばこの整数上の割り算を定義するならば、この D の R っていうのは R の絶対値で持って定義するっていうのがよく行われております。でただし D は他にもいろいろな取り方あるんですけど、一般にはこの D というのはユークリッド関数と呼ばれます。それから、Q は小、あと R は乗与と呼ばれるものです。あと記号の定義としまして、R イコール A モード B と書いて、これをですね、 B を法とする A の乗与を表すことにします。で、ここで一点注意なんですが、一般に与えられた A と B に対して、その Q と R が T に定まるとは限らないという点に注意してください。まあ、これ、整数間ではですね、その我々が普段やってる割り算では、その整数 A と B が与えられれば、B が0でなければ、A を B で割った、まあ、小と乗与というのは1位に定まるというのは、皆さんよくご存知だと思いますけれども、すべてのユークリッド整域において、そういう性質が成り立つとは限らないということに注意しておいてください。で、この一例としまして、テキストの方では、ガウス整数がなす間の例が出ております。で、まず、まあ、いわゆる我々が割り算と呼んでいるものを定義しました。で、その割り算が定義される世界としてユークリッド定義をこれから扱うというわけです。で、そこで次の定義は定義 4.14 なんですけども、互いに素っていう言葉ですね。で、これは A1 から AN を R の元とするんですが、この R の R、この A1 から AN が互いに素であるとは、この A1 から AN の GCD が単元であることを意味します。で、特にその2個の元ですね、A と B がその互いに相である場合に、このテキストではこの A 直角 B といったような直角のような記号を使って互いに相という概念を表しますので注意してください。一応このテキストではこういうふうに書くということです。